毎年、海の日には、海沿いのキャンプ場に行ってる。うちは、かなりベテランの部類に入ると思う。ある年のキャンプで、嫌いな元ママ友一家と鉢合わせした。同じママ友グループで、私に子供を見させて、おしゃべりばかりしてた人。ママ友の息子は、虫とか電車が好きで、友達と遊ぶのに積極的ではなく、私がいつも気を使って、その子が他の子たちと遊べるよう、一人にならないようにしてあげてた。私が集まりの幹事で忙しくて、相手しなかった日、ママ友の息子は一人ぼっち。それを、私さんちの息子くんが仲間外れにした。私さんもフォローなし。と逆恨みして、あちこちでネガキャンされて、大迷惑だった過去がある。気まずいから、話しかけてこないだろうと思っていたのに、初めてでテント建てられなくて、とわざわざ来て、ずうずうしく、うちの旦那に話しかけてきた。旦那は、キャンプに来た時ぐらい、気持ちよく手伝ってやればいいじゃん。的な少年親父。いい顔してお手伝い。仕方なく、息子たちと作業をどんどん進めてるうちに、お隣の一家と仲良くなり、子供たちも一緒に遊び出した。うちは生ビールサーバーを持ってて、旦那と私だけだから、結局残っちゃうので、隣の夫婦に声をかけたら、喜んでくれて、一緒に飲むことになった。盛り上がってたのに、元ママ友が何度も子連れでやってきて、炭に火がつかない。水が重くて運べない。あのテントの向きでは暑くて、とてもあそこでは過ごせない。と、私や息子をちらちら見ながら言ってくる。でも無視。はじめは、笑顔で応じてた旦那も、あまりにしつこくて、いい顔しなくなった。もう飲み始めちゃったんで、悪いけど、あとは自分のご主人に。と旦那が言ったら、うちも生ビールサーバーを買いに行くから、息子をどうしたらいいか困ってて。とわけわからんこと言い出す。どこにでもポンと売ってるものでもないのに。その辺には売ってないと思いますよ。お宅の生ビールサーバーのメーカーに問い合わせてほしい。さらに、どんなに遠くでも買いに行くが、息子をどうしよう。全部旦那に言いながら、目は私を直視。でも無視。旦那もようやく、元ママ友の異常さに気がついたみたいで。もううちに構わないでください。家族で過ごしたいので。とついにブチギレ。元ママ友は、ポタポタ涙を流して。友達でしょう。私さんとこだけ日陰でずるい。うちは暑いのに。火がつかなくて困ってても、私さんは無視するし。もう、なんで私さんとこだけ水道ついてる。ずるい。なんでこっちおいでよって誘ってくれてもいいじゃない。息子もいるのに、友達なのに、なんで生ビールサーバー持ってるのに。これから買いに行くって言ってるのに、大変なのに、分かっててなんで止めないの。本当に買いに行ったらどうする気？一緒に飲もうって。なんで言わないの？なだめようとしたら、ギャーと叫ぶし、周りの人がどんどん集まってきて、管理人もやってきた。水道付きが良ければ、予約の時に申し込まないといけない。基本先着順で、私家は一番乗りと説明してくれたけど、元ママ友は、自分に都合の悪いことは全部聞き流して、誘ってくれないし、呼んでくれないし、仲間外れにした。と呪文のように唱えるばかり。そんなの、社会に出たら通用しないよ。元ママ友は管理人が連れて行ってくれて、うちは隣一家にお詫び。その後、カブトムシを取りに行って、たくさんゲットした。真夜中なのに、元ママ友の息子が走ってついてきて、危ないから、一人でついてきちゃダメ。と返した。朝食の時、卵が足りないと、元ママ友の息子がザルを持ってきたけど。ごめんね。もうこっちに来ないでくれるかな。理由はわかるよね。でも、僕もポケモンのソフト持ってるから、一緒に遊べるよ。そうだね。でも、昨日のママを見ちゃうと、一緒に遊んで行きなさいとは言えないから。わかるでしょ？元ママ友の息子、寂しそうに帰っていった。夏休み明け、元ママともに、都合のいいキャンプ話が噂になったけど、すごく吹っ切れてたから無視。シルバーウィーク、ママ友グループでバーベキューする企画が上がったらしく、生ビールサーバー係になって泣きついてきたけど無視。当日、連絡なしにやってこず、飲み物なしのバーベキューさせられたママ友グループが、生ビールサーバーのことを疑って探り入れたら、全然わかってなくて。全部嘘？ってことは、キャンプの話も嘘？本当は何があったの？と、複数のママに聞かれたわ。もうママ友付き合いは、一切する気になれない。くれくれ防止で、うちがキャンプ道具を持ってることは、誰にも話してないし、毎年違うキャンプ場に行くから、鉢合わせは偶然だと思う。うちはブログもやらないし、旅先とはいえ、あんな恥かかされて、おかしな噂も流されて、しばらく、そういう関係とは離れていたい。上の子の関係の知り合いママから情報は入るし、もういいかなって。何より、経緯を知ってるママから、元ママ友も参加する花火大会の集まりに使うからと、ビールサーバー貸してもらえないかな？と打診を受けて、無神経さと強欲さに気持ち悪くなってきてる。悪口やでっち上げには、危機として参加するくせに、なんで、ビールサーバーを貸してもらえると思えるんだろう。私、奴隷認定されてるの？もう数年、グループのママたちとお付き合いしていないけど、未だに年賀状が来るのは、それでなのかな。息子は二人とも野球してて、そのつながりで友達が多いから、ポツンではない。男の子でよかった。